ちなみに今、ケセテネヘフヒヒヒヒさんがお住まいの場所はどちらになりますかってことで、ここに日本、海外ってあって、まあ、大体の人はね、日本を選択すると思うんですけど、今回あえて海外を選択してみたいと思います。いきます。海外にお住まいなんですね。おお、なるほどなるほど、こういう反応なんですね。大体で構いませんので、どの辺かもお聞かせいただけますか。おお、すごい。おお、こんなのあるんだ。アジア、北米、ヨーロッパ、他の場所ということはこの辺でしょうか。南米、オセアニア、アフリカ。いやいや、これでも違いますよ。あれれ、じゃあやっぱりこっち方面ですか。ああ、これしかないのね。いや、こういう感じなんだ。どこにしようかな。人にまあちょっと南米。なるほど、南米にお住まいなんですね。日本語がお上手なので、てっきり日本にお住まいなのかと思ってました。ああ、日本に住んでます。南米は北半球と南半球両方にまたがる広い大陸ですが、さんには南米の大半も属している南半球の島への移住をお勧めしますと。ということで、以上、最初の選択肢で海外を選んだらどうなるかという検証でございました。はい、終わり。じゃあ終わり。